セッティングシート公開してますので、ぜひ概要欄から見てください。お願いします。はい、ゼニョン終わりました。今回車の紹介はまだしなかったですね。しなかったんで紹介します。はい、まず一つ目、アッパーデッキですね。動画で、実は前の動画ではワールドエディションのアッパーデッキがいいって言ってたんですけど、今回 2.0 を使用しました。 1.6 を最初に使用した感じは、 1.6 だと少し違いがあんまりわからなかったということなので 2.0 にしました。一線も同じく 2.0 です。そして2つ目、2つ目はスプリングをプログレッシブを使用しました。今回バネについて全然触れてなかったので、プログレッシブの X-ray 2.5 から2.8 に進化するものですね。それがタイヤに負担をかけなくてすごい良かったです。旋回性能も、普通のスプリングに比べて速い、旋回速度がっていう感じが僕はしました。ナンパーのピストンを今回、普段はピストン4個空いてるやつ、4ケツの 1.1 を使用してるんですけど、今回は PSS を使用しました。 PSS はまあフィーリングはねそこまで変わんなかったです。正直変わんないんやけど、やっぱ PSS タイヤに優しいですね。僕はやっぱ効果絶大ですね。はい、でまあストックに限ってはこれローフリクションベルト、これいいですよ。僕一回一斉にやらせてもらいましたけど、めちゃくちゃ最初の握り出しがめっちゃ楽にスムーズに出ると思います。え、これいいですか。はい、以上こんなもんですね。あ、やばい、腰が痛い。じゃあありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ではさよなら。終わり。めっちゃ緊張するんだよ。